J, J, レート J, J, レート J, J, ラト九1966年1月31日イ、は、フィンランドの元会一ドライバー、1988年のイギリス海産チャンピオン、ルマン24時間レースを2度制している。本名は、ユルキ・ユハニ・ヤルビレヘと、ジャーキー、ジュうはジャービラトーで、ヨーロッパ圏では発音が難しいものだったため、 ケケロズベルグが覚えやすいようにとの理由で JJ を名乗りを指示したというエピソードがある。また、これは愛称でもある。1972年、母国フィンランドで6歳の時にカートを始める。ミカ8期年、ミカサロラとはジュニアカート時代からのライバルだった。1981年に2輪のモトクロスレースに出場し、好成績だったことから、 以後3年はモトクロスを中心に活動する。しかし、競技中の事故により膝を負傷し、モトクロスの着地における衝撃吸収が困難とったため活動継続を断念する。四輪転向を考え始めた当初は、ラリードライバーになることを考えていたが、ラリーデビュー直前で、スポンサーが降りてしまい話が流れてしまった。1985年に四輪レースに転向。 フィンランド FF1600 にデビューし、チャンピオン争いを展開するが、最終戦でクラッシュし王座は逃した。1986年、F だヨーロッパ FF1600、スカンジナビア FF1600、フィンランド FF1600 の各選手権でチャンピオンを獲得。学業では、大学の数学課程を修了する。1987年、 イギリス FF2000 にステップアップしパシフィックレーシングに所属。11勝を上げる圧倒的な速さでチャンピオンを獲得。ヨーロッパ FF2000 でも6勝を上げチャンピオンに輝く。この年には大きな天気が訪れており、イギリスにわたって3レース目、レートが圧勝したシルバーストームサーキットでの FF2000 レース予報の1982年会1ワールドチャンピオン。 ケケロズベルクが現地で見ていた。ケケは JJ のことは前年から話に聞いていたが初めて実際に見てとにかくすごい速さだった。光輝く原石を見た衝撃だよ。話をしたら性格も良いし若いフィンランド人ドライバーを育てるのは現役引退後の計画でもあったから面倒を見たいと思ったとレース活動のプロモーション一切を任せてほしいと マネージャーに名乗り出る。こうしてレートは、ケケが、設立者である、スポーツプロモーション企業、ユーロプロモーションのクライアントとった。異語明確に、プロのレーシングドライバーを目指すことになり、同年から、マールボロのサポートを受ける契約ドライバーにもなった。1988年に、イギリス海産選手権にステップアップ。パシフィックレーシングのレーナード883トヨタを、仮発祥。 ポールポジション6回、ファステストラップ11回でシリーズを制圧し、シリーズヤンピオンを獲得した。なお、ランキング3位には、デーモンヒル、以下4位、マーティン・ドニリー、ゴ位エディ・アーバインのほか、ローランド・ラ・ッツェンバーガー、ジルド・フェランなどの地のトップカテゴリードライバーとなる、若手が多く参戦していた中でのチャンピオン獲得であった。1989年には、 パシフィックレーシングから国際会3000選手権へとステップアップレーナード 89D 無限の25号車をドライブした。これまでのホームユラカーキャリアでは順調に結果を出し続けていたがこの f 3 0 0 0 0時は時折速さを見せるにとどまり最高位はポーシュガイチコースでの4位であった。しかし師匠であるケケとチームをスポンサードしていたマールボロノプシ氏もあり。 フェラーリのテストドライバーに抜擢される。フィオラノのテストコースでフェラーリ640の熟成、開発と新搭載されていたセミオートマチックトランスミッションの開発に携わった。同年のポールリカールサーキットで行われた会一合同テストではマールボロが支援していた会一振興チーム、オニクスオレ -1 をテストする機会が訪れ、 F3000 でのチームメイトであるエディアーバインと共にテストに参加。先にフェラーリテストドライバーとして、イ1マシンを経験していたレートは、初の F1 ドライブだったアーバインよりに病気早いラップタイムを記録した。9月になると、オニクスのオーナーとの関係が悪化していたレギュラーのベルトランガ賞が解雇され、代わってレートのオニクス入りが急遽決定し、イ1デビュースこととなった。 1989年第13戦、ポルトガル GP で、オニクスから、イ,イチに、初めてエントリーしたが、このグランプリでは、予備予選落ちを喫した。カイ,イチデビュー、初の決勝進出は続く、スペイン GP で、この時は、ギアボックストラブルにより、レース前半にリタイアした。その後第15戦日本 GP では、予備予選落ち、豪雨となった。 最終戦オーストラリア GP では一時5位と上位を走行したが電気系トラブルが発生しリタイアとなりデビューイヤーの完走はならなかった。開幕から参戦した翌1990年は第2戦ブラジル GP 終了後にオニクスがスイスの投資家グループに売却され主要スタッフとベテランのステファン・ヨハンソンらがチームを追われ新たに スイスドライバーのグレガー・フォイテクが加入。レートは、第3戦3割の GP で、初完走、12位したが、新オーナーのペーター・モンテベルディと出資者となった、カール・フォイテクの移行からグレガー・フォイテクに肩入れする、体制となり、トランスミッションをまともに組めるメカニックが存在しという、レーシングチームの体を成していないチーム状態だった。あとは度の予選落ちと度のリタイアという状況の中、 第10戦ハンガリー GP 後の8月15日に行われたモンツア合同テストではエンジニアとメカの人数不足からまともに走行することができず危険を感じるようになったレートとロズベルグはこのテスト後モンテベルディオニクスに見切りをつけチームから離脱した。フォイテク家も同様の理由でチームから抜け出しており資金と両ドライバーを失ったチームは 最終戦までグランプリを戦うことなく消滅した。なお、レートは、同年のルマン24時間耐久レースに、リチャードロイドチームのポルシェ962を借り発、出場している。1991年は、スクーデリアイタリアに移籍、初のフル参戦を果たした。この年チームに課された前半8戦の予備予選をすべて、通過、そのうち4回を、 トップで通過するなど安定した速さを見せた。第3戦3割の GP では、マクラーレン以外の上位チームが総崩れとなる展開の中、予選16位から3位に入りキャリア唯一の表彰台に立った。同様に、上位チームが多数リタイアした第5戦カナダ GP でも、一時4位を走行するが、このレースではリタイアに終わっている。 サバイバルレースで見せ場がなかったわけではなかったが、シーズンを通じてマシンの信頼性の低さに苦しみ、16戦中11回のリタイアを喫している。翌1992年も残留。信頼性が増し感想は増えたものの、反面速さ不足のマシンに苦しみ、平均予選順位は前年より下がっている。チームメイトのピエル・ルイジ・マルティには二ポイントを獲得したが、 レートは最高位7位とノーポイントに終わった。1993年、スポーツカー世界選手権で活躍してきた、ザウバーの F1 発参戦ドライバーに抜擢される。開幕前のテストでは、4強の一角だったフェラーリ、ベネトンを上回るタイムを叩き出すなど、好調さをアピールしていた。迎えた、開幕戦南アフリカ GP でも、予選6位を得ると、決勝レースでも5位入賞。 この結果により、会一では、新山チームであったザウバーは3戦1戦目にして、ポイント獲得という快挙を成し遂げる。また第4戦3割の GP でも、4位に入賞している。しかし、この年のマシン、C12 は、高い競争力を持っていたが、信頼性に欠けており、チームメイトのカールベンドリンガートもども、予選で上位につけるものの、決勝ではリタイアとなる戦いが続いた。 最終的には、ベンドリンガーと同数の、シーズン本数を超える9度のリタイアを期している、入賞回数及び獲得ポイントは、ベンドリンガーに敗れたもの予選順位は五角であった。1994年は、ベネトンのセカンドドライバーに抜擢されたが、2月に、シルバーストーンテストにおいて、大クラッシュを期死頸骨を骨折した。腰部の骨の一部を頸部に移植するという、 大掛かりな手術を受け、開幕直前にテストに復帰する脅威の回復ぶりを見せたものの、結果としては、縦方向の振動に対して首が痛むことが分かり、開幕2戦を欠場した。復帰初戦となった第3戦3マリの GP では、いきなり予選5位のタイムを出したものの、スタート時にエンストし、ペドロ・ラミーに追突されレシューでリタイア。この際に壊れたマシンの破片が、 観客席まで飛び、観客が負傷するという事態も発生した。次戦モナコ GP の予選では、チームメイトのミハイル・シューマッハに4秒差をつけられるなど、制裁を欠いた。第5戦スペインでは、フリー走行で、トップ、予選も4位につけるなど、復調の兆しを見せたが決勝は3位走行中に、エンジンブロー。第6戦カナダ GP では、予選20位から前走者。 クリスチャン・フィッティパデでの失格により6位に入賞するも、結局このレースをもって、レートの代役として、開幕2戦に出場したヨス・フェルスタッペンに、正規シートを奪われる結果となった。その後、シューマッハが、出場停止となった第12戦イタリア GP、第13戦ポルトガル GP に再びベネトンから、代走するも、それぞれ9位リタイアと目立った成績は残せなかった。また、 終盤の2戦は、アンドレアでチェザリスの後任として、フルスザウバーから出走したが、それぞれリタイアと10位に終わり、この年をもって、会一でのキャリアを終えた。この結果には、怪我をしっかりと治さぬまま、無理にレース復帰した影響があったのでは、との指摘もある。会一を離れた1995年から1996年は、 ロズベルグがチームを組織して参戦していた DTM や ITC にオペルカリブラを買って参戦。特に1996年は地元ヘルシンキをはじめ多くのレースで表彰台を獲得し、優勝こそなかったものの着実に優勝を重ね総合ランキングで5位につける。翌1997年には FIAGT 選手権に活動の場を移し、 シュニッツァー・マクラーレムから参戦、スティーブ・ソッパーとのペアで4勝を挙げ、シリーズ2位となる。1998年には再び、フォーミュラカーでのレースを望み、カートワールドシリーズにホーガンレーシングから、フル参戦したが、入賞は5回に止まる、最高位は5位。この年が、フォーミュラカーでの最後の年となり、その後は、スポーツカーレースに、活動の場を移す。 1995年2005年には、ルマン24時間耐久レースで優勝している。またアムズなどでは、カイチ参戦時代から、親交のあったステファン・ヨハンソンや、ジョニー・ハーバートとコンビを組んで参戦した。2010年6月18日、フィンランド南部のタンミサーリーにおいて、ボートを操縦中協客に衝突。自身は頭部を負傷し同乗していた友人が死亡する。事故に遭う。 当初は事故原因不明とされていたが、ボーとは、運河の制限速度である5ノット、時速9.3キロメートルを大幅に超える、約40ノット、約時速74キロメートルで橋脚に衝突しており、病院で行われた血中アルコールテストに、レートが引っかかったこと、さらに周囲の証言から事故にあったボートが、レートの所有物であったこと、そして、レート自身が、 事故の記憶がないと話したことから飲酒状態でボートを操縦していたのではないかという疑惑がかけられることとなり警察も捜査を開始した本人は飲酒の事実を否定していたがフィンランドの裁判所は数々の証拠から彼の飲酒運転を認め2011年12月14日に懲役2年4ヶ月の判決を下したこの判決に対しレート側は控訴11月30日に フィンランドのトゥルクで控訴裁判を行われ、ボートが橋脚に衝突した際の操縦者がレートであった確証はないとの判決が下され実刑を解かれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。